ハンス・ウィルヘルム・シュリーゲルは、ドイツの物理学者、欧州宇宙機関の宇宙飛行士であり、アメリカ航空宇宙局のスペースシャトルのミッションで2度の宇宙飛行を行った。1951年8月3日に、ユーバー・アリンゲンで生まれた。交換留学生として、アイオワ州カウンシルブラフスのルイス・セントラル高校を卒業し、母国に帰って、アーヘン工科大学で、 物理学を学んだ。学位を取った後、半導体の研究を行い、その後1980年代以末に、ドイツ航空宇宙センターで宇宙飛行士の訓練を行った。彼は1993年の STS-55 にペイロードスペシャリストとして登場し、ドイツが出資したスペースラブの D- にモジュールを運んだ。 1995年から1997年まで彼はドイツとロシアによるミールのミッションのバックアップとしての訓練を受け、その後ロシアでミール登場のための追加の訓練を受けた。1998年に彼はヨーロピアンアストロノートコープスのメンバーとなった。シュリー・ゲルは STS-122 でミッションスペシャリストを務めた。 このミッションはコロンバスを軌道まで運び国際宇宙ステーションに接続するために行われたものだった。シュリー・ゲルは2008年2月10日に船外活動を行いコロンバスを ISS に接続する準備を行うこととなっていた。この船外活動はシュリー・ゲルの健康上の問題のため翌日まで延期されたと言われている。シュリー・ゲルの代わりにスタンリー・ラブが 船外活動を行ったが、シュリー・ゲルは2月13日に行われた2度目の船外活動を行った。船外活動の間、彼は ISS の P1 トラスの窒素タンクを交換し、コロンバスにトラニオンのカバーをかけた。ありがとうございます。